気分は一般には心身についての微弱で持続的な感情のことである。気分概念は実存主義哲学において重要な概念となっており、この場合、もはや単なる我々の知覚や行為に付随する心理的現象を意味するものではない。ハイデッカーの場合、気分は決して目立たない仕方で我々自身の存在を否定するものであり、 了解ととともに現存在の開示性を構成するる本質的契機としてて位置づけられている例えば、人間存在は、その無根拠性ゆえに未来に不安を抱くが、この不安こそが、現存在を、世界内存在へと孤独化させ、その自由存在へ、直面させる根本的気分であるとされる。この気分は、自発的に引き起こされるものでも、外部の刺激に、 自動的に反応するのでもなく、世界内存在というあり方として、世界内存在自身から立ち上がってくる。そうして、私たちが、世界の内で何者かに出会い、それに注意することに先行して、そうした個々の出会いの場である、世界全体を開示するのである。こうした事態について、ハイデッカーの、聞くことについての説明がわかりやすい。すなわち、我々が聞くときというとき、 耳が受け取ったものに何かを付け加えるのではなく、耳が何を聞き分け、いかに聞き分けるかということも、我々が聞くものによって、すでに調子を合わせられ、決定されているのである。鳥類では互いに泣き交わしながら、集団で行動する例があるが、その際の行動の統一の確保を、コンラート・ローレンツは、気分という言葉で説明している。例えば、ガンが集団で飛び、湖に降り、 そこで餌を漁るが、満腹すると飛び去る。その際、湖に降りた時の鳴き声と飛び立つ時の鳴き声は異なっている。これは空腹で餌を漁る気分の声と、満腹で移動したい気分の声であるという。それぞれの声はその気分を伝染させる効果もあるらしい。湖に降りた時は全個体が空腹の気分の発生をする。次第に餌を食べると、 満腹した個体から満腹の気分の発生を始める。それがある程度以上の個体から発生されるようになると、全個体がその声を出し始め、それによって飛び立つことになる。ありがとうございます。